2010年12月25日以降の中華民国の行政区画。直轄市市県台北市に北市キールン市桃園市、新築県新築市内栗県台中市昇華県、宝庫県南投げ県ウリン県下吉県下吉市、台南市高雄市平東県宜蘭県下連県、台東県台湾省金門県連国県福県省、ガラス所東佐諸島南佐諸島の太平島と、 中洲島台湾の行政区分では、中華民国が実効支配する台湾地区の現行の行政区分について説明する。日本統治時代の台湾の行政区分については、日本統治時代の台湾行政区分を参照。中華民国政府先代以前の中華民国の行政区分については、中華民国の行政区分をそれぞれ参照。台湾における行政区分は、 中華民国憲法とその修正条文並びに地方制度法の規定に基づいて区分されており現在では第1級行政区分の6直轄市、並びに第2級行政区分の3かつしと13県に区分されている第1級行政区分として省という区分単位も名目上存在しており第2級行政区分である小葛氏と県は将来を さらに区分している。だが、1996年1月に、福建省が1998年12月に、台湾省がそれぞれ行政機能を凍結させられたため、その機能は中央や第二級行政区分の省葛氏、県へと分散された。しかし、財政上和省と同格である二直葛氏が交遇されていたため、 県や省活市には十分な予算が回らないという問題が続いてきた。そのため、2007年に地方制度が改正され、人口200万以上の県市に直轄市並みの財政処置が可能とすることが決まった。この条件を満たす県市は複数あるが、まず台北県がこの準直轄市扱いとなった。なお、法律上は準直轄市という区分が存在しない。 台北県も財政上の処置を除くと他県同様の区分にとどまっている。2009年にまた法律が改正され、2010年末から台北県が日田市に昇格し、さらに台中市と台中県、台南市と台南県、高尾市と高尾県がそれぞれ合併して直轄市になった。同時に東園県の人口数が200万を超えたため、順直轄市扱いとなった。 なお、中華民国が領有する東佐諸島と南佐諸島の島々は高尾市に、また尖閣諸島は中華民国領海及びとなりせつく法の規定によって議乱権の所管とされている。小中華民国は戦後も自らが中国の唯一の正当な国家だと主張していた。そのため南京時代の行政区画は有効とし、 中国全土を数十の省ほかに分割していた。しかし国民党が台湾に渡った1949年以降、実効支配していたのは台湾省の全土と福建省の一部のみであった。この二省も1990年代に地方政府としての機能を凍結、または廃止され、台湾省議会も消滅した。2000年の改正中華民国憲法像、おさむ条文の規定により、 それまで地方自治体だった、小政府は中央政府の出先機関と改変され、実際の行政区分には存在しないため、名目化された。中華民国地方制度法律では、省の下部に県、または市を設置すると規定されている。2018年7月に台湾省政府が、2019年1月に福建省政府がそれぞれ事実上廃止されたため、現在は、 憲法上に存在する名義としての実態のみとなる。直轄市直轄市は行政院に直属する地方自治体である。人口125万以上、政治、経済、文化の発展に重要な地域が指定される。2010年12月25日と2014年12月25日に変更があり、現在は既存の台北市と高雄市に加えて、日北市、台中市、 台南市、桃園市が指定を受けている。市の下部には、区が設置され、区の下部に、里、里の下部に、隣を設置している。県名目上は、省の下部組織であるが、実際には、行政院に自家族する地方自治体。県の下部には、県勝市、陳、郷を設置し、県勝市、陳の下部には、里、郷の下部には、村が設置され、里、村の下部に、 隣を設置している。支給省を、省活市と称し県と同等の存在として、行政院に直属する、地方自治体。人口50万以上125万人未満であり、政治、経済、文化で重要な地位を占める場合に指定される。市の株に、区が設置され、区の株に、里、里の株に、隣が設置される。行政院総合サービスセンターは、 昇級の非正規な中央政府出先機関であり、行政院の各部会が各地域に出向した場合の総合庁舎として設置された。中心の責任者は主任である行政院副委員長が兼務し、実際の政務は中心執行庁を中心に行われている。連合を含む中心の管轄区域は台湾地区国土総合開発計画で策定された、 台湾本島4大区域を担当することとなっており、現在は、行政院南部総合サービスセンターと行政院、中部総合サービスセンター、行政院東部総合サービスセンター、行政院、海吉見南区総合サービスセンター、行政院近場総合サービスセンターが設置されている。ありがとうございます。